皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝田でございます。僕がこの動画を撮影しているのは、2015年の1月2日のお昼頃になるんですけれども、毎年恒例の新年のご挨拶動画でございます。皆様、元気でお過ごしでしょうか。2015年、新年明けましておめでとうございます。今年も1年、滝沢勝成並びにアフタービートギターチャンネルを何卒よろしくお願いいたしますという、ご挨拶の動画でございました。まあ、今年も、ね、この新年という人がですね、本当に呼んでないのに勝手に来ちゃうから、もう、とほほっていう感じの、ね、この感情が、今年も沸き起こっております。まあ、諦めるというと、ちょっとこの語弊がありますけれども、まあ、受け入れるというほど、なんかこう、なんか前向きな感じでもないので、まあ、なんか受け入れざるを得ないみたいな感じの、このね、諦めざるを得ないみたいな、なんかちょっとこう、少し後ろ向きな感情が否めないんですけれども、まあ、今年のね、この2015年新年の到来をちゃんと受け止めて、まあ、もりもりと頑張らせていただこうかなと思いますので、今年も1年よろしくお願いいたしますということでございます。気がつけば、このアフタービートギターチャンネルもね、チャンネル登録者さんが7万6千人とか、確かそのぐらいだったと思うんですけれども、になってしまって、で、僕自身も YouTube に動画をアップロードしてから6年くらい経つんですよ。6年目に突入という感じかな。で、こんな感じで新年のご挨拶みたいな感じで、初めて動画をアップロードしたのが、実にちょうど10年前の出来事なんです。2010年の新年のご挨拶という感じで動画がありますので、まあ、よかったらそちらもご覧いただければと思います。で、僕がこの間、2010年の、なんかこの新年の挨拶動画を自分で見返してみたわけなんですよ。で、まあ、見返してみると、ね、その機材、撮影機材が全然違うから、その音声悪かったりとか、画質が悪かったりとかするんですけれども、まあ、人っていうのはそんな変わんねえもんだなと、なんかすごく思いました。今、僕31歳なので、当時も26歳かな。26歳の滝沢がまあ喋ってるわけですよ。こんな感じでベラベラベラと雑談してるわけなんです。で、それをこう自分で見返して、あんま変わってねえなと、なんかすごく思いました。人って5年くらいでは、そんなに変わんないもんですね。本当によかったら見てみてください。なんか今と大して変わんねえ感じなんで、本当に。言ってることとか、なんか喋り方とかが全然変わらない感じです。うん。昔からこんなもんなんだなと。まあ、よく言えば、その芯があるというか、よく言えばその変わらないことはいいことかもしれないですけども、まあ、ちょっとうがった見方をすると、成長ねえなという感じも、まあ、なきにしろあらずですが、まあ、よかったら見てみてくださいませ。まあ、そんな感じで、今年もね、この新年のご挨拶動画の中で、書き初めを皆様にこの発表させていただいて、今年の抱負というと少し大げさなんですが、まあ、ちょっと意識したいことを皆様に発表させていただこうかなと思います。まあ、発表する義理は一つ、みじんもないんですけれども、なんかそんな話をしてみようかなと思います。去年はできることからコツコツとという書き初めをしましたが、今年はこんな感じです。パランパ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 ン。変えられる人へということで。変えられる人へ。略すと変人です。略すと変人へということでございます。2014年、去年1年を振り返って、僕がすごいこのね、ああ、これは半端なかったなと思う出来事は、人とのつながりが増えたことなんですよ。まあ、単純にその英語の習得によって、日本人じゃない人、等もやっぱその交流が増えましたし、あと、相手の方がその日本人だったとしても、その英語を介して知り合った方とかもすごく多くて、まあ、英語をしゃべれなかったら、多分出会わなかったなという人たちがもうすごいたくさんいらっしゃるわけなんですよね。で、その方々から、やっぱりこういい影響というか、まあ、ちょっと、ね、あまり良くない影響もあったんですけれども、なんかすごいいい影響をもらったりとか、そのね、価値観が変わったりとか、なんかそういったことがすごく多かったわけなんです。そうですね、ちょっとなんかこれがあった、あれがあったって言い出すのも本当にキリがないので、ちょっとその一番のビッグなところを話させていただきますと、とある女性の方とかはすごいなんか変えられたというか、その価値観が変わったなという感じです。まあ、その方はその日本人なんですけれども、日本人の方なんですが、まあ、とにかく音楽が好きだと。自分自身でその楽器を演奏したりもするけれども、とにかくまあ 音楽を聴くのが好きで、まあ、いろんなライブ行ったりとか、まあ、するような方。だということなんですよ。で、とりわけジャズとかレゲエとかが好きで、まあ、ビル・エヴァンスやらボブ・マーリーやらを、まあ、そういう好んで聴いているという方でした。で、僕はポップスとかロックとか、なんかそういう、こう分かりやすいジャンルが好きなんですよ。
で、まあ、その方はそのジャズとかレゲエとか、あと普通になんかボサノバみたいなのを聴くとかっておっしゃってましたけれども、僕は結構わかりやすいのが好きで、その方はすごいちょっと難解なのが好きっていうと、これまた語弊があるんですけど、なんて言うんだろう。僕の中でそのジャズとかボッサとか、あとレゲエとかっていうのは、ちょっとこう、色眼鏡で見てしまうところが正直あったんですよ。なんかこう偏見を持ってしまうというか、例えばジャズ一つ取り上げてみるとすると、ジャズスタンダードっていうのはテーマを知らないと楽しめないっていう概念が正直ありました。ずっと思ってたんです、そんな概念を。どういうことかちょっとかいつまんで説明させていただきますと、例えば、有名なところでいくと、Fly Me to the Moon という曲があるじゃないですか、Fly Me to the Moon。あの、アニメの主題歌、アニメのエンディングかにもなったりとかして、有名な曲なので、皆さんもご存知かと思うんですけれども、ちょっと弾いてみると、まあ、こんな感じの曲。こういうテーマ、こういうテーマ、主題をサックスの人やら、それともギターの人とかがまず1周弾いて、で、2周目からアドリブがスタートと。で、2周、3周、4周と好きなだけアドリブを続けて、あるときになったらまたテーマを誰かが弾き始めると。それでこう1曲完成というパターンになることが多いんです、ジャズスタンダードというのは。で、そのテーマ、と、あと曲名とかコード進行とかをある程度知ってないと、ジャズっていうのは楽しめないっていうふうに、なんかこう固定概念を僕はずっと持ってたんですよ。でもまあ、そういうのがその覆されたといいますか、まあ、なんていうんですか、ね、なんかこう話だけでいくと、なんかそれは当たり前だろうって感じかもしれない、皆さん思うかもしれないんですけど、僕の中ではちょっとこれ衝撃があったわけです。その方とまた音楽の話をしているときに、まあ、僕はジャズは全然嫌いじゃないと。好きかどうかと言われたらちょっと微妙なところだけども、全然嫌いじゃないし、演奏することも多々あるし、まあ、やると言われたらやるし、聴けと言われたら聴くしと。でも好き好んでは聴かない、なんて話をしたんですよ。で、まあ、そんなこと言ったらなんでと聞かれるわけじゃないですか。で、そこで僕はそのテーマを知らないと、曲名を知らないと、コード進行をある程度知らないと、まあ、楽しめないジャンルだと思うからみたいなことを言ったら、もうね、その相手の方が、お前アホかと。いうふうにこう言ってきたわけですよ。まあ、アホかとは言ってないですよ。でも、そんなことはないだろうという話をしてきたわけです。その方曰く、まあ、私はジャズがすごい好きでね、よくジャズを聴いているけれども、そのそれぞれの曲名とか、それぞれのテーマとか、それぞれのコード進行を把握しているかと言われたら、もう 20% ぐらいしか把握してないと。でも、それでもやっぱりジャズはすごい好きだし、聴いてて楽しいし、聴きたいなと思う音楽だということを、なんかこうバババッと喋られたんですよね。なんかそれを聞いて、なんか、当たり前のことなんですけれども、まあ、そりゃそうだよなと、なんかすごく思ったんですよね。なんか腑に落ちたといいますか。なんかその、これを知らなければ、あれを知らなければ楽しめないとか、なんかできないとかって、なんか僕はあまり思わないでくださいって皆さんには言ってるかもしれないんですけども、なんか僕自身がそれをやってたなっていうふうになんか気づかされたって感じなんですよね。まあ、だからといって、ジャズが好きになることはないんですけれども、あ、別に嫌いじゃないですよ。ジャズが好きになって、ジャズに没頭するということは特にないんですが、まあ、すごいなんか価値観が変えられたなという感じでございます。で、他にもその、あの方はイギリスの人かな。イギリスの方とか、また男性の若い人で、まあ、若いといっても28とかだけど、なんかそんな方からもいろいろ音楽の話をされて、価値観が変わったりとかもしてたんですが、まあ、とにかくいろんな人と出会って価値観を変えられる。ことが多かったという感じです。僕が思っている以上に、自分が思っている以上に、自分の中にこう、ね、これじゃなきゃダメだ、こうでなきゃダメだみたいな、なんかそういった固定概念って、実はすごいたくさんあるんだなということに気づいたんですよ。で、まあ、なんて言うんだろう。その別に 誰でもその影響をもらうとか、そういうわけじゃなくて、自分の中のコアみたいなところ、なんか これはいずれねみたいなのをもちろん大事にしますけれども、なんかそれにこう抵触しない範囲だったら、なんかどんどんこの価値観を吸収していきたいなとなんか思ったわけなんですよね。なので、まあ、2015年もまた新しい人たちとこの出会うことが多々あるかと思うんですが、まあ、面白い価値観、面白い考え方、面白い概念に出会ったならば、まあ、それは積極的に取り入れていきたいなと思った1年。でございます。で、2015年もそんな感情を大事にしていこうかなという感じでしょうか。ちょっともう一件だけお話しさせていただきますと、そのまた日本国籍じゃない方々とその一緒にこの行動しているときにですね、あ、日本人でよかったなと思うときもあったりとかして、例えば、なんだろう、ヨーロッパ圏の方々とか、なんか結構平気で、なんか
道端って女性に声をかけるんですよ。ね、本当に日本語で言えば、へいへいお姉ちゃん何してんのみたいな、そんなレベルで。で、まあ、その方がたまたまそういう方だったのかもしれないんですけれども、まあね、バス乗っても声かけ、道行っても声かけ、どこに行っても声をかけ、もう電車の中でも声をかけみたいな感じで、まあ、ひたすらこう喋り続けるものですからね、なんかこう、ちょっとやめてくれ、やめてくれと。で、僕はもちろん日本人で、日本で育ってて、日本 の, その価値観みたいなのを持ってるんで、その傍若無人っていうのがすごい嫌いなんですよ。なんかこう人に迷惑をかけるのが嫌だとか、そんな感じですか。で、その「ひする」が花じゃないですけども、なんか言わなくても分かってくれみたい な, なんかそういったところってやっぱあるじゃないですか。なんかそういうところをやっぱり少なからず持ってると。で、僕の中では少なからず持ってるっていうふうに思ってるんですけれども、まあ、やっぱ外国人の方からすると何も言わないやつだと。全然無口で何考えてるかわからないと。やっぱそういうふうに映ってるなと、すごい感じたんですよね。でもまあ、なんて言うんだろう。その方曰く、その道端でお姉ちゃんに声をかけるのも、別にそれはもう失礼なことではないと。むしろお姉ちゃんからしてみたら、そこに、ね、いいきっかけになるかもわからないし、まあ、ちょっとそれは言い過ぎだろうというふうに思いましたけれども、まあ、お姉ちゃんに対しても、あなたは美しいよと、あなたは綺麗だよというふうに褒め言葉にもなるから、別にこれはこれでいいんだと。日本人はなんかいちいちそういうことでなんかこう、ね、せっせかせっせかとなんかこう、ね、かっかしすぎだみたいなことを言われて、ああ、まあそういう価値観もあるのかなと思ったけど、いや、待てよ、ここ日本だしっていうふうにこう、ね、後で気づいたんですけども、いや、ここ日本だからそういうのはなんかどうかと思うぜって、ちょっとあの時言えばよかったなって、まあ、今となっては思うんですが、まあ、そんな価値観もありました。そこは僕は吸収できないところですが、うん。まあ、そういう日本人マインドみたいなのをちゃんと大切にしつつって感じですかね。でも面白い概念みたいなのは取り入れていこうという感じでございます。で、まあ、そんな感じで自分を変えられるような人に、固定概念にとらわれることなく、フリーなマインドでいきたいなという感じでございました。で、もう一つこれはその意味合いがありまして、まあ、YouTube でもそのチャンネル登録者さんがすごい増えてきたりとか、再生回数もバーッと伸びてきたりとか、で、街中でその声をかけられることとかももちろんありますし、何かしらこうイベントをやったりとかすると、まあ、たくさんの人が来てくださると。まあ、気がつけば結構人にこの影響を持つ存在になってきたなと、なんか思うところが、僭越ながらあるんですよ。まあね、これがちょっと前だったらね、本当なんか僕は何しても別に構わないじゃないかみたいなふうに思ってたんですが、まあ、なかなかそうも言っていられないなと。例えば、YouTube で動画を更新すればそれを見る方もいらっしゃるし、Twitter を更新すればそれを見る方もいらっしゃるし、ブログ版かもしかりですし、メルマガなんかでもしかりと。なんかこう僕自身からこう出す影響力みたいなのをなんか常にいいものにしたいなというふうに、なんか最近ふつふつと感じてきたんですよね。そのさっき言ってたその他の価値観がすごい楽しいものだったからというのもあるかもしれないです。もし、今この動画をご覧いただいている皆さんに対しても、僕が何かしらの影響を与えられるんだったら、まあ、それはもう少なからず、いいものにしたいと。まあ、どうでもいいものだったらいいかもしれないですけども、少なくとも悪い影響を与えたくないという感じですね。で、僕の中でいい影響というのは何だろうかというのをちゃんとこうまとめて、まあ、これだったらいいかな、これだったらいいかなみたいな感じで、皆さんにこの良い影響を与えられる人、人を変えられる人へなりたいなというのが、まあ、今年1年の目標でございます。といっても、まあ、5年前の2010年の新年のご挨拶動画を見ても、大して変わんねえなって感じはするんですけれども、まあ、僕なりにそういう変化を遂げていきたいなと思いますので、今年も一年よろしくお願いします。ということでございます。そろそろいいかな。そんな感じです。僕自身、自分で自分を変えられる人へ、そして、誰かを変えられる人へ、今年1年頑張って、そんな意識をしながら、もりもりとやっていきたいなと思いますので、ぜひ2015年も今年1年よろしくお願いいたしますということでございます。はい、ではまた違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。